ジャンプアップミニレッスンナンバー、まあ、7次に出しますから、これはまあナンバー8なのかな。今日はですね、スローブルースの続きなんですけど、2つ3つ種類の4声のコード、ルートを除いた4声のコードをボイシングをご紹介しますが、これを使うことによってね、すごい幅が広がります。まず一つのパターンは、まず一つのフォームは F の13。ですから、7度、3度、13度、9度。で、この他に F が頭にくるんです。13。これもちろん B フラットでも使える。で、この7度3度をこちらへ持ってきて、で、13、これ同じですね。で、これ9、13、同じなんですけど、もう一つあるので、ここに C を乗っけることができる。フラット7の3度、7度で9度、5度、これルートなしです。これまあ Dm7 フラット5の時によく使うんですけど、で上に B フラット乗っけることができる。いつも言うんですけど、これ大事なのは全部分解して、このこれを弾いた時にこれが一番よく聞こえる。で、次にこれ、次にこれ、次にこれ。ですから、これをね、ソロの音楽としても使えるわけです。で、このフォームを D7 の時に Am7、 D7 の時に Am13、 ベースは Dを弾くか、 A フラット弾いたら A フラット13でも D7 を、 D をベースが D を弾いたら D7 シャープ9シャープ5ですから、循環の時に F7 D7 Gm7 C7 の時にこのままいけばいいんです。で、 Gm7 でもいいし、ピアノがいないのででもいいわけです。で、さっきのフォームをやると、で、Gm9、使ってやってみましょう。